キー松山、幸せな未来を届けたい。お待たせいたしました。1月から受付を始めました。これで安心フリー収集。65歳以上の高齢者でゴミを集積場所まで出すのが困難な方、ゴミを集めにご自宅までお伺いします。お任せください。ふれあい収集を市内全域に広げます。松山市では集積場所へのゴミ出しが困難な一人暮らしの高齢者の方を対象に、市の職員がご自宅に訪問してゴミを回収する社会実験を昨年1月から続けてきました。助かります。困りごとが本当に一つ解決するだけでこんなに楽になるのかなと思って、はい、でもやっぱり母にも優しく接することができるようになったかなって思います。高齢者にとってゴミを集積場所まで持っていくということは大変な重労働なんですね。そうです。ゴミを出せなくて部屋の中にだんだん溜まってしまい困っているなどの市民からの声で社会実験を開始しました。こちらは社会実験期間中にいただいた声です。利用者の方の声は、家にゴミが溜まることがなくなり衛生的に良くなった、遠くのゴミ集積所まで持っていく苦労や不安がなくなり非常に助かる、親族やヘルパーの方の声は、少しずつゴミ箱に出せるのでゴミ出しの時間を気にしなくて良くなったということです。ふれあい収集はゴミを回収するだけではなく、高齢者の方に声をかけ安否確認も行います。実際社会実験の際にも倒れていた高齢者を職員が助けたことがあります。何か気になることがあればご家族、民生委員、ケアマネージャーなどに連絡を取れる体制になっています。お待たせしました。ふれあい収集の市内全域での受付を1月にスタートしました。市民からの声で生まれた思いやりあふれるサービスですね。そうです。ふれあい収集の対象者はゴミ出しが難しい65歳以上の一人暮らしの方で、要介護1以上、または身体障害者手帳の等級が1級と2級の方です。申し込みを希望する場合はご本人もしくは代理人の方が松山市清掃課までお電話でご連絡ください。清掃課職員が訪問し聞き取りを行った上で申し込み書を受け取ります。ゴミの収集は週に1回です。粗大ゴミ以外を収集します。分別してご自宅前の専用バケツにお出しください。市内全域ということは街中だけでなく島嶼部や山間部もですか？もちろんです。ぜひご利用ください。ふれあい収集ご利用ください。ハイト松山俳句ポスト365、今週ご紹介する優秀作品は、金曜の落ち葉を乗せて転車台。転車台とは電車やバスの向きを変える仕掛けです。金曜は明日から週末だという楽しみと安堵のイメージ。金曜の落ち葉という主語は豊かな時間と豊かな光景を印象付けます。金曜の落ち葉を乗せているのは手のひらと思った途端の転車台。映像の転換が鮮やかな作品です。